私は現在、福島県の医科大学というところで、准教授をしておりますけれども、教育とそれから研究をするというのが、私の職務でありまして、研究については、細胞の増殖と関連するメカニズムの解明ということで、いろいろな機会を使って研究を進めています。 医科学という分野に関する説明ですけれども、まあ大きな非常に広い範囲を包含する研究分野で、まあ人間の、えー、生物学といいますか、人間の体の仕組み、健康であるための仕組み、そして病気、なぜ病気になったかという病気を解明する仕組み。まず、その、 親が望む自分でない、その、親の意見を聞くということも大事ですけれども、自分が何をやりたいのか、自分が何を求めているのか、自分が何に興味があるのか、ということをじっくり考えてほしい。